さん、毎度毎度、今のカタカタ音聞こえた？なんか触れば止まりそうな音なんだけどね、どっから出てるかやっぱり分かんないから、なんか耳障りなんだよね。でとりあえずね、助手席側のドアね、また内張り引っ張がしてね、やってみようかと。この前は初めて運転席側やった時はね、これ完全に外すとね、はめらんないでね、懲りたかんね。ネジは4本で止まってんのかな。まず1本目、でこれが2本目、このカバー外すんだけど、なんかやっぱりツボがあるんだよね。ツボにこの差し込んで、しかもなんか引き合い方にもコツがあってね、それがうまくいくとね、簡単にペリンって取れるんだけどね、わからないとね、意外とね、なんか力ばっか入ってね、なんか嫌な感じなんだよ。取れんのこれみたいな感じでね、ネジで止まってないのみたいな。竹のヘラみたいなのがいいんだろうな。で、なんかあの辺が、なんか、ツボだったのかな。で、今、ハーネス引っこ抜いてね。あとはネジここ2本入ってるのね。抜いて。あと、内張りをね、下から引っぺがすんだけど、下にさ、ちょっと場所があるんでね、これもね、ツボみたいなところがあるんだよね。今、ちょっと今ネジ外してるところね。早く外しちゃえよ、ネジ。もたもたしてんだよ。で、ここツボ。わかるかな？このドア内張りのね、下にさ、ちょっとへこみがあんのよ。ちょっとね、ここほら、へこんでるでしょ。ここに竹の物差しかなんか差し込むとね、そう、こんな感じでね、簡単にペリンと剥がれるからね、内張りね、下側からね。これ、やっぱりここ以外やるとね、結構力いるんだよね。ツボっつうの？これ、プロはもう知ってんだけど、素人の我々はね、知らないからね、こういう場所をね。と、無駄にさ、時間がかかって汗かいてね、なんか慌てるだけ慌てちゃって。で、これをさ、前回外したんだよね、ドア枠からね、窓枠からね。もう入らなくて入らなくてね、できればこのまんまなんか原因を調べたいって感じ。で、ちょっと上からね、今覗いてね、見てたら、これが外れてたんだよね、こうやってね。でこれがボディと当たってんのかなと、コツ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 。でもちょっとなんか違うような嫌な予感はしたんだけどね。で、このほら、黒いのがさ、広がってるっていうの？末広がりに。でこれをさ、ちょっと広げて差し込んだら、まあ取れなくなったんだけど、これ広げ方さ、一回実演しようかなと思ったけど、もう入れちまったら取れなくなっちゃったのよ、これ。そしたらまあ、まあこれはいいと。ね。取れなくなっちゃったの、これ。一回入れたら、広げて入ったら。ここでね、深追いしてね、無理に取ってね、老化してからね、もう10年ぐらいの車だからね、あんなプラスチックが割れたらシャレになんないからね。で、まあ、とりあえずこれで組み立てと。で、今回はね、窓枠外してないからね、まあ、組み立てるのはもうスムーズにね、トントントンと、ね。まあ、問題なく。で、結果ね、治んなかったんだよ。違うんだよね、原因がな。グローブボックスをね、空にしたら音が止まったんだよね。で、その中でやっぱり疑わしいのって言ったら、このペン？まあ、これが絶妙な位置にあったんかね。とりあえず今現在ね、音止まってるけどね、これ、車がさ、カンカンに温まった日？夏場？ね、なんかその温度差で意外とガタの音とか出たりするからね。まあ、様子見だね。はい、お疲れ様でした。